コスラバのキスシーンのいいところって、うん、全部情景が綺麗なんです。周りも綺麗だし、二人も綺麗だし、すごくドラマチックな仕上がりになってて、はいはい、皆さんこんにちは、チルチル商業 BL レビューサイトチルチル社長のひろしです。記者のアプリコットです。はい、アプリコットさん、はい、コスメティックプレイラバー、はい、完結しました。そうですね、ありがとうございます。はい、噂には聞いていたんですけれども、キスシーンのカットがなかなかかからなくて、俳優さんが困惑して、え、いつまでっていうお話をちょっとだけ聞いてたんですけど、はい、これかみたいなそんな、なんか、はい、ずっとどうしようかなみたいな感じでなんかこうやってるんですか。最後に、最後の最後にラストで、はい、すごく朝食の思いを確かめ合うようなキスシーンが見れまして。何秒ぐらいあったんでしょうかね。体感永遠って感じでしたけど体感は永遠にございました。はい、永遠ね、はい、はい、ということで7、8話でございますね、はい、謎のイケメン降臨っていう話したじゃないですか。イケメンが大渋滞してましたね、はい、イケメンの大渋滞で、そのサングラスをかけた謎のイケメンが、はい、トーマ、佐橋トーマくん、攻めのお兄ちゃんだったわけですよ。お兄ちゃんだった、はい、お兄ちゃんで、うん、それで、まあ、海外でお仕事をされてて、うん、家族、佐橋家が海外でお仕事されてて、うん、トーマくんだけ残ってるみたいな感じなので、迎えに来るんですよ。なんかお前もこっちに来いって、コスメブランドに働いてないでもこっちの、もう海外のなんか自分たちがやってるブランド、お父さんがアパレルブランドの経営をしてるんですけど、なんかまあ連れ戻しに来たというか、連れ戻しにっていうか、まあ、こっちに来いというふうに言うんですけど、まあ佐橋くんは突っぱねるわけですよ。兄ちゃんだけじゃ物足りなかったんですか、お父さん。いや、それはちょっと分かんないんですけど、まあ、それで、まあ、夏目さんは家族仲がとてもいい家庭で、はい、すごい お母さんも妹さんとかも理解がある感じで仲がいいからこそ、なんか佐橋くんにも、うん、家族との時間を作ってほしいっていう思いがあって、うん、ちゃんと話してみたらどうだっていう風に持ちかけるんですけど、うん、聞いてもらえずみたいな、はい、で、まあ、そのお兄ちゃんが夏目さんのところに直で聞きに来まして、直に聞き、はい、なんかなんて言ってたってなんて言ってたってもうなんかいきなりなんか仲良くなっちゃってるみたいな感じですよね。そうなんですよね。で、トーマはなんて言ってたみたいな感じで、まあ、家族のこと興味ないっていう風に言ってるから、はいはい、でもそのお兄ちゃんとしてはもう、はい、トーマくんのためを思ってなんですよね。それは家族との時間を幼少期から取れなかったから、はい、今からでも取り戻したいって思いがお兄ちゃんにはあって、うん、でそこで夏目さんに、うん、君に何ができるって言うんですよ、うん、はい、だって夏目さんは佐橋くんの家族になれるわけではないから、はい、まあ確かにそれでちょっと傷ついたのか思うところがあった夏目さんは、はい、佐橋くんにニューヨークに行ったらどうだっていう風に、はい、別に自分のことは気にしなくていいからっていう風になるんですけど、サチクが一番好きなのは夏目さんだから、そこでまたすれ違いが起こるわけでございますね。またそれでね、起こるんですね。はい、うん、一番大事なのは、はい、夏目さんであることを夏目さんは分かってない。もう夏目さんは自分は家族になれないっていうのが多分どっか心に引っかかってたから、はいはい、多分そのトマクというかのためを思って言ってるけど、うんうん、それがまたちょっとお互いで思い合ってのことなのに、うん、なぜか、うんうんうん、しがちゃったって感じだったんですけど、はい、それが7話でございまして、はい、ですが新入社員の男の子いたじゃないですか。いましたね、はい、春川くんのアシストがございまして、ここでもまたアシストしてくれる、はい、お前はね、なんか当て馬の方がどこかで脱出をしていただいたことが、そうですね、もう周りに恵まれすぎているこの2人という感じなんですけど、脱出されすぎだろうって感じですけど、はい、で花火大会にちょっと誘ってもらいまして、春川くんと一緒に行くんですけど、佐橋くんが迎えに来てくれるわけでございますよ、はい、来てくれるんだ。なんか春川くんになんか慰めてあげてって、夏目さん慰めてあげてっていう風に佐橋くんが裏で頼んでたんですけど、うん、はいはい、まあ、目の前でハグを見せつけられる春川くんの気持ちに一回なった方がいいなっていう風に私は思ったんですけど、なんか人の気持ちを考えられない人たちなんですか。いや、わかんないんですけど、なんか夏目さん迎えに来てハグするんですよ、佐橋くんが、はいはいはい、
その時にはるかくんいるんですよ、はい、ここに、はい、いやなんかはるかくんナイスアシストしてくれたからこそ私は彼にも幸せになってほしいなっていうふうに思いました。踏んだり蹴ったりじゃないですか、もうせっかくね。なんか結構その原作ファンの方はもちろん分かると思うんですけど、南條さんといい柿崎さんといい、はい、あの結構いろいろな登場人物が出てきてるじゃないですか、はいはい、やっぱりドラマメインがあのこの2人なので、うんうん、その焦点があって今回焦点が当てられなかったサブキャラたちも、はい、すごい幸せになってほしいなって私は思っています。それで、まあ、そこで2人は、まあ、花火を見ながらお互いにね大切だっていう気持ちを確かめ合うんですけれども、そこで夏美さんって結構可愛らしい感じの方じゃないですか、素直だし、うん、そこでちゃんとサハシ君の目を見ながら、お前のことを俺が幸せにしてやるって宣言するんですよ。それがちょっと男前さを感じてよかったですね。このやられっぱなしの夏目さんじゃなくて、ちゃんと目を見てかっこいいこと言って、ね、うん、めっちゃかっこいいって思いました私は。そこでじゃあお互い両思いになったっていう瞬間なんだ。両思い、まあもともと結構甘々だったんですけど、そこからまたさらにステップアップした2人だなっていうふうに思いまして、そこの花火大会の時の花火をバックにしたキスシーンも綺麗でございました。はい、で連れ戻しに来たお兄ちゃんもなんかあのニューヨークに来ないことをちょっと諦めきれない様子ではあったんですけど、あのサハシ君がなんか弟君が結構柔らかい表情になってくれて、あ、じゃあ自分たちに必要なのは家族じゃなくて夏目さんの存在があの変えてくれたのかもしれないって思って、そこでまあ2人が認められた瞬間でございましたね。はい、ということで一難去ってまた一難なコスラバの7話でございましたが、最終話が8話ですね、はい、8話はやっぱりコスラバって私第1回のなんか感想会の時でも言ったんですけど、はい、お仕事 BL なんですよ。お、はいはいはい、なんか結構恋愛方面で一悶着あった2人がまたお仕事の様子が見られました、うん、最終話で、また最終話でお仕事に戻ってきたんですね、はい、戻ってきましたね。はい、なんかそのサハシ君がメイクアップアーティストになりまして、はいはい、で夏目さんもチーフとしての仕事が順調っていう感じだったんですけど、うん、なんかモデルがメイクアップアーティストってモデルさんにメイクをしてそのモデルさんがランウェイを歩くわけじゃないですか、はい、それってどんな気持ちなんだろうなって気になる夏目さんがいたんですけれども、うんうん、なんかそのちょっとトラブルがありまして、とトラブルがあったんじゃないですか。いやあのブランド側のトラブルですね。ブランド側ね、はい、ちょっと、はい、あのファッションショーがあったんですけど、はい、そのファッションショー の俳優さん、あ、モデルさんの、うん、モデルさんがちょっと出れなくなっちゃうっていうトラブルがあって、サハシ君がモデルをすることになったんですよ。サハシ君って元モデルなので、うんうん、それでファッションショーのなんか運営側でちょっとブランドとしていたお兄ちゃんに頼み込まれて、最初は嫌がるんですけど、夏目さんがメイクするならってことで引き受けてくれるんですよ。で夏目さんの手によって輝かされた、はい、あのサハシ君がもうモデルとしてちょっとなんかもう見違えるような感じになってたんですか。いやすごいかっこよかったですね。もともとすごいかっこいいんですけど、サハシ君って、はいはいはい、なんかやっぱり夏目さんって好きな人のパワーもありすごく輝いていて、そこのメイクシーンとかもあるんですけど、ちょっとオープニング映像とかを彷彿とさせるような行動とかもあったりして、なんかすごく BA としての2人というかコスメっていうのでつながった2人の姿を見れて、すごくそこも良かったですね。あ、なかなかいいシーンですね。はい、あの、まあ、モデルとしてちょっと一花咲かせるサハシ君なんですけど、まあ、ちょっと一般化隠されてたんですけど、業界ではやっぱり見つかっちゃいまして、でモデルにならないかっていうオファーが結構来てたんですけど、あのやっぱりさ、あの夏目さんはメイクアップアーティストというかメイクの腕を認めているわけだから、モデルに行ってほしくないというか、つなぎ止めたかったから、あの売上勝負を持ちかけるんですね。あ、そこで勝負を持ち上げるんだ。はい、そこでお仕事、はい、お仕事要素ですね。なんか売上で今度コスメのコレクションのイベントがあるから、うん、そこの売り上げで、うん、あの夏目さんが勝ったら、うん、あの自分の言うこと聞いてもらうぞみたいな、うん、負けたらモデルでも何でも好きにしろ、うん、みたいな感じで持ちかけるんですけど、そこであの切磋琢磨する2人が見れて、恋人じゃなくてライバルでイチャイチャも押さえつけて、それであの競い合っていく2人みたいなのが、
やっぱり働く男の美しさも見れてちょっと大満足でございます。やっぱり恋愛要素だけじゃなくて、あのやっぱり働いてる時の所作とか、コスメを扱う時のなんか表情とか、そういうのもなんか作り込まれてて良かったですね。真剣に働く男性の、ね、表情は美しいということですね。そうですね、美しいですし、なんかスーツっていうか制服のスタイルの良さみたいなのもすごい目の保養でございました。どっちが勝つんですか？結局は爪さんは負けちゃうんですけどそのチョップを受け入れた理由が、なんかサーシ君は別にモデルになるつもりとかはなくて、なぜ受け入れたかっていうと、もっと夏目さんの頑張りを上の人たちに認めてほしかったから、やっぱり花があるのはどうしても元モデルのサーシ君の方だから、どうしてもそっちにばっかり目がいっちゃうんですけど、夏目さんは俺の夏目さんすごいぞっていうところをちょっと誇示したくて、それで2人で切磋琢磨して燃え上がったところ、結構夏目さんも表彰したりしてもらったりとか、徐々に徐々に確実に夏目さんが認められるようになってっていう、やっぱ仕事の面でもお互い支え合って切磋琢磨して上に上がっていく2人で、いやもうサーシ君罪な男だなって思いましたね。ちょっとスパダリっぽくていいですね。そうですね、モデルになる気はないサーシ君が、まあ勝ったら好きにしていいっていう約束だったので、まあそこではい、しましたね。一番のご褒美と同じような感覚なんですかそれ。いやだから本当にサーシ君は本当に言ってたんですけども、夏目さんの隣にいたいっていう思いが強いから、もうそれでもう必死なんですよ、だからもう夏目さんにすごい本気になっているから、もうご褒美は常に夏目さんなんだと思います。そうですか。はい、そこで、まあ、ラストで、はいはい、またなんか、はい、永遠の時間を感じるような、永遠の時間を感じるようなキスがございまして、折り方がすごいお上手というか、その夜じゃないですか、はい、もう夜の街で、あ、一話は夜の街でしたけど、また同じような感じですか？なんか1話はまだ両思いじゃなかったし、結構強引な感じのキスでしたけど、はい、噴水をバックに、はい、してまして、これがすごいなんかコスラバのキスシーンのいいところって、うん、あの全部情景が綺麗なんです。周りも綺麗だし、2人も綺麗だし、すごくドラマチックな仕上がりになってて、しかも時間が長いっていうところで、もう永遠に見ていられるシーンでございました。まあこれから今後も2人はイチャイチャしながら、時に切磋琢磨しながら、お仕事も恋愛も頑張って、はい、生きていってくれるんだなっていうところで、すごいいいラストでしたね。オープニングとかも含めて、なんかこう退勤じゃない、通勤時間とかに聞いたらテンション上がりそうなオープニングだったり、すごいワクワクするような映像だったり、2人の頑張ってる姿だったり、すごく元気に元気をもらえるし、甘い茶で幸せな気分になれる素晴らしいドラマでございました。ハッピーオブジエンドが、はい、始まりますので、はい、9月2日から放送ですので、こちらも、はい、コスラバロスがありますが、ハッピーオブジェンドも楽しみにしていきたいと思います。はい、はい、ということで、ドラマコスメティックプレイラバーの方は、1話から8話まで全て FOD で配信されておりますので、見逃した方はぜひぜひ、おかわりされる方もぜひぜひチェックしてみてください。チェックしてみてください、はい、それでは皆さん、バイチェル。